30年ぶり、27年ぶりとおっしゃいましたっけ。これね、全く変わってないです。あ、そうですか。はい、うわ、なんか、なんなんこれ。あ、こっちからでも行けるんですけどね。はい、こっちからよく行ったんじゃん。で、ここが例の、はい、あの、小児の時に、はい、どんぐりを投げ合って呼び出されるっていう最初どんぐりやったんですけど、だんだん石になっていって大問題になってで向こうの男チームの小松チームというリーダーと、はい、で女性チームは自分がリーダーだったんで、はい、特に怒られるっていう、はい、でどっちが悪いっていう言い合いあの先にどっちがやってきたみたいなことになって挙句一番悪いのが、はい、こう自分になるっていう悲しい思い出がこれでも なるやろ。なりますね、こんだけ広かったら。誰かが投げたらこんだけ広かったら。彩子と毎日、はい、こう喋りながら、はい、あの好きな先輩の話とかすごいでもさーとか言いながらこう学校終わってから、はい、お菓子を内緒で持ってって、はい、で屋上で食べるっていうのが毎日の日課やったんですよ。はあ、でこんな急やったとはちょっとびっくりやわこれ毎日よう登ってたの。彩子さんは今どうされてるんですか。あのね、すぐ近所のあの市原というところに住んで始めて、全然会えるんですけど、はい、映像的にはこう一緒に登ったら面白かったかもしれないですね。あ、そうですねでも登ってくれへんとどうですか気もする。とりあえずこれ、じゃあは、この距離で道に迷うとかあるんですか。じゃあ、なんか屋上のいつもの行き方っていうのがあって。ああ、そうなんや。神隠しに合うんですね。いや。これ雲一つない快晴とは。そうやわ、やっぱりそこ曲がっていってた気がすんねん、はあ、この直感に従っていい。はい、めちゃくちゃええとこやな。そうそう、なんかこいつこれでも普通はこっちのマニアックな道には行かへんもんな。いや、でもなんかななんかしんどいかなっていう理由でじゃあ間違いなくこっちっぽいなそう、でも帰ったら一番いいな、みたいな。これいや、全然そんなことない。そう、茶毒がネタですかまあ、どっからと音でもいけんやけど、最後にこれ。こっからがそうなんや。こっからが船岡山なんです。船屋かや。え？船屋岡山ってなんなん？え、なんかそういう山の。この山の名前だ。本邦山みたいなもん。ああ。いやー、これどう言ってたかな、ほんまに。ほんまにちょっとだらだら向こう行った気もすんやけど、確か、はい、屋上でお菓子を食べるっていう、はいはい、途中で食べたらあかんねん。ああ、目的はそれなんや。そう、食べながら行くんじゃなしに、はいはいはい、ちゃんとついてから危ない怖い食
べるっていう。なんかブッカブが現れてきましたよ。でもこれいろんな人が散歩したりとか。ああそうやろうな。ウォーキングコースに使われてるんで。ああ気に入っていただけましたでしょうか。たまに一人で来たら三辻さんにお会いするかも。あれでもこれ直上じゃないよな。これじゃない、まだや。あれ思ってるとこに行ってない。めっちゃ広いな。そうやね、まだやね、まだやね。今度はね、岩があんねん、てっぺんに。タイさんがこれに乗って遊んでたっていう。ほら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 。ほらほらほらあれほら、やっぱこっちからじゃ行かれへんやん。そうか。そうなんや。そうやわ。やっぱあの道をまだ、あの、横に。まっすぐ。じゃあもうこうなったら行きましょう。ありがとうございます。これもう全編アップしましょう。キズナビデオ次なんか。これまた来るの。でも一つ言えることは。はい。覚えてるもんやな。なんか違うと思うとやっぱ違うんやな。ああ。まあその、なんか違う方に必ず一旦行くっていうこのシステムがちょっと。でもこれ映像的には、はい、最強のロケーション。ああ。ものすごい綺麗ですわ、ほんまに。センス持っていながら熱いもんが、熱い汗が。これ、トトロやん。もののけ姫か、トトロやん。あかっちゃん置くときや、トタイよ。いや、僕ちょっとせっかくですから、タエさんでしょう。毎日やもんな、ほぼほぼ。タエさんというか、あのリアルもののけ姫がやってきたみたいな状態な。こうやってギュッてやったら、いいって。でもなんか喋りながら、はい、歩いてたからこんな遠い感覚が全くない。そう、お菓子、お菓子を食べに行かはるんですか。あと、はい、やっぱ恋バナメインなんです。あわざわざこんなところまで、うん、恋バナメインで、しかもあやこの話はほとんどないんですよ。あやこはもうずっと聞いてくれてる。ひたすら、はい、ずっと聞いてくれるっていう。あ、懐かしいな。でもこんな知らなかったのよ。いやだからもう話夢中やったんでしょうね。う、多分みんなもその頃の年代の時って喋っても喋っても分からんねん、はい、でまたその喋る、うん、そのこの距離が必要な。あ、そうそう、ずっとな、はい、なんか立ち話もしんどいやん。はいはいはい。ほんでこれで喋るやん、はい、で暗くなるまでお母さんだから屋上とかてっぺんのところで喋って、はい、でまた帰ってから、はい、電話で何時間も喋るんで、また次の日の朝一緒に行くやんか。それがもう3日というか3年間。だこれまた二択を迫られましたね、タイさん。あーどうしよう。でもなんかこの木のやつを渡すの気がする。
まあ、あの一旦間違える方向で。いや、もう近いですよ。もう近いですよ。あ、もうそこじゃ。ああ、そう。あ、来た。これちゃうから。乾坤神社の巨大な石ですよね。はい。あるかな、まだ。あ、これや。この感じよ。あれどれですか？あ、あれあ、でもああこれはちょっと天空ですね、これ。はい。わあ、誰か来てはるし。ちょ、やめてよ、落ちんといてや。ここで。はい。こっちあやこで。はい。こいつはここで動かすのでな。これ見てください。ああ。これね、今きしげてる、こう見えるんじゃん。なるほど、ちょっと上がりますね。うん、ちょっと気つけてましょう。深いからこんなにしげ、はい、もうちょい見晴らしが良かったんですよ。ああ、そうなんや。当時。そうそう、もうだって中学時代の青春ほぼここちゃうかな。まだあった。そな、これそうそうなくならんわな、この家。そうやわな。ほんまにここや。ここここあやこで、ここここここおかしいおかしいここ。でもさあとか言ってこうおかしい。ほんで、はい。暗くなってきたら帰るんですよ。ああ。その好きな人の名前はな、その当時なんちゅう人なんですか。あの岡先輩。岡先輩。落ちる落ちる。岡先輩大好きやったんですよ。落ちる。